ウェイト版タロットの節制マルセイユ版タロットの節制節制はタロットの大アルカナに属するカードの1枚。カード番号は14。前のカードは13死神、次のカードは15悪魔。アーサー・エドワードウェイトのタロット使いにおける解説では調整、中用、検約、管理を意味するとされる。ヘブライ文字はサメフ、ただし複数の遺説がある。 黄金の夜明け岩の説では、ティファレトといえ外のセフィラを結合する教に関連付けられている、以下のような小説がある。羽の生えた人物が、超絶的な業を持って杯から坂へ水を移し替えている様子が描かれる。この人物は大天使ミカエルであるとされ、規律と、節度、慈愛と献身を表している。また、タロットカードの22枚のダイアルカナが、 錬金術における不老不死の霊薬、エリクシールの製造過程を偶画に起こしたものとする説があるが、この節制に描かれる水を移し替える作業はまさに錬金術の基本、調合そのものである。マルセイユ版に描かれる節制には、青い髪の額部分に赤い花をつけた羽の生えた人物が、青い壺から赤い壺へ白い液体を注いでいる姿が描かれている。 この壺を持って、オズバルド・ビルトはこのカードを、水亀座と関連づけた。この対局にある二つの壺の中身は、男性性と女性性、影と火、人、水、霊と肉、意識と無意識といった相反する要素を象徴し、それらが混ざり合う液体は白色であり純粋な本質を象徴していることから、相反する要素の結合に至る要素を表している。入浴の人物は、 この相反する、物同士を結びつける、仲介者として描かれている。衣服や、頭部の配色は、赤と青のどちらにも偏ることなく公平な立場にいる、ことを示し、羽を持った姿は人知を超えた存在、すなわち天使として解釈され、世俗的な、些細な事柄を超越した存在であることを暗示している。また、額の花は、五弁の花びらの円形であり、マンダラすなわち、 第五原質を象徴しているとされるのが、今なお有力な説である。ウェイト版でもマルセイユ版のものとそれほど絵柄は変わっていないが、描かれている天使そのものが四大元素を一つに、まとめ上げ、調和されたデザインをより強調したものとなっている。天使の背中の羽は風を、水につけている右足は水を、地につけている左足は地を、 胸にある上向きの赤い正三角形は火をそれぞれ象徴している。また背景に着目すると天使の背後には栄誉の印とされる降臨が描かれている。吊るされた男の札にも描かれていて死神を挟んだ前後の札2枚の降臨は生死の狭間を体験する者にはすでに栄誉を与えられている可能性があると信じられている。左側の山から出る日の出は 死と再生の札を経て、新しい生命を獲得した人の産声が上がろうとしていることを象徴している。この日の出は、前述のマルセイユ版での錬金や調合が成功したことを表す太陽として描かれており、新しい生命の誕生を想起させる図柄となっている。背景右側に咲いている二つの花はアイリスである。アイリスは、ギリシャ語で、虹を表す。 女神イリスを語源としたものであり、この札には描かれていないものの、このアルカナの情景が虹の橋がかかっていてもおかしくはない、地上のあらゆる生き物たちと展開の神々とが共に微笑む穏やかな晴天のついたちであることが伝わる札でもあると言われている。ありがとうございます。